皆さんこんにちは。この番組は Steam で発売中のストームワークスビルド&レスキューで海難救助をする番組です。前回は初期拠点でスポーンできる簡単なボートを作ったよ。今回はそれをより便利に改造していきます。できました。パワートレインは中型モジュラーエンジン単気筒、こいつでフルードジェットを稼働させます。後ろに2枚ついているフィンはロール制御用です。チルトセンサーで傾きを検知して自動で水平を保ちます。フロントにはウィンチとウォーターキャノンが設置されてるね。マグウォールで救難船や岸壁に接続できます。それじゃあ乗り出してみよう。お値段は 14,480 円です。エンジンスタート。低速ギアと高速ギアを切り替えることで低速時の微妙な速度調整を可能にできたはず。6キーでギア切り替えができます。波がなければ時速170キロまで出せるね。前回は130キロ前後だったので大幅スピードアップです。それじゃあお次はウィンチを使ってみよう。スペースキーでマグウォール起動です。接続したかな。ロープを伸ばして桟橋から離れてみよう。1キーで交代です。うん、大丈夫そうだね。この船の欠点は波が高いとスピードが上がらないことかな。風を 50% まで上げます。波で打ち上げられた後、船が水面から離れている間はジェットの水が吸えないので加速することができません。これを防ぐためにはジェットと水タンクを接続すればいいのですが、そうすると水面から離れている時の船の姿勢制御が難しかったり、なんとか制御できても思ったよりスピードが上がらなかったので開発を中止しました。諦めたんかい。波さえ穏やかだったら目標としていたスピードには到達できたしいいかなと。そんなわけで救助活動に導入しました。火災を鎮火して救難者4名を救助せよというミッションだね。ウォーターキャノン発射。前方が燃えているので当てづらい。消火器で消した方が早いかも。隣のおじさん余裕で見てますね。うまく消えないので救助を優先します。はい、1人目、2人目。3人目はちょっと怪我しているかな。最後の1人はと浮かんでた。全員回収できたね。前方に回り込んで消せました。あとは病院に送り込んで一件落着だね。病院に着きました。あれ、1人分の報酬が他より少ない。残りの体力が少ないと報酬も少なくなるのかな。病院行く前に体力回復させておかないといけないのかな。どうせ病院で回復してもらえるのにね。何か浮かんでるよ。あれは木箱だね。中にお金が入ってるみたい。8000円ゲット。またあったよ。今度は1万円。また見つけた。なんだかレスキューより効率よくない？今
度は6500円。レスキュー終わったらこのお金で船を改造しよう。ってことで、今までむき出しだったコックピット周りを少し豪華にしました。これで雨に降られても安心だね。さすがに手狭だったので、左右に1マスずつ広くしています。まだ一応最初の予算2万円以内に収まってるね。中にはレスキューに必要な道具が一通り揃っています。それじゃあ動かしてみましょう。4連メーターを採用して計器類をコンパクトにしたよ。見やすいんだけど、ただのダイヤルに比べてかなり割高なんだよね。最高速度は時速130キロ程度かな。ワイドボディにして快適性と安定性は得られたけど、快速性を失った感じだね。これを挽回するには、そう、もちろんパワーを増やすしかない。シリンダーが2つ、単気筒から2気筒になったね。なんか心なしか頼もしいエンジン音だね。パワーありすぎて PID 制御が追いついてない。風 50% でも150キロは出せました。無風だと200キロで走れます。で、今どこに向かっているのかな。本島の西のドンク島に古い飛行場があって、そこなら今の所持金でも買えるかなと。建物探訪だね。っていうか、前方にうっすらと見えるのは何だろう。この辺りに大きな陸地はないはずだけど、あれ、ひょっとして津波じゃないかな。本当だ、すごいね。あんなのに巻き込まれたらひとたまりもないね。うわ、ビビってバランスを崩した。あ、オイルリグから救援要請が来ているみたいだよ。確かこの近くにあるんじゃないかな。行ってみよう。その前に一旦減速して立て直した方がいいんじゃないかな。オイルリグ発見。よし、行こう。火の手は見えるかな。何かが燃えてるみたいです。火の勢いはそこまで強くなさそう。これはウォーターキャノンでは届かなそうだね。あれぐらいなら消火器で消せそうだね。消火開始します。発電機みたいなのかな。意外と消えない。ちゃんと水が当たってるのか分かりづらいね。こっちは消えた。もう一方も。やったね、消火完了。3000円か。簡単だけど身入りが少ないね。ここにも例のお金が入った木箱がないか探してみよう。あ、早速あの奥にあるの。そうじゃないかな。ビンゴ、6000円ゲット。ここにもあった。7000円。3つ目だ。8000円。合計で2万1000円になった。レスキューより美味しかったね。ちなみに場所はランダムみたいです。飛行場まで来ました。それじゃあその物件を見てみようか。5万円だそうです。買えそうだね。近くにコンテナターミナルもあるし、炭鉱もあるみたいだね。ってことで、今回で初期拠点からボートでレスキューは卒業して、次回からは飛行場でビルド&レスキューしていきたいと思います。レスキューより木箱の方が身入りがいいってことがよくわかりました。それでは今回はこのあたりで。ご視聴ありがとうございました。